でですね、次のギャップ6という、普段はですね、ミュージカル集団をやっているガラガラドンというね、すごい集団なんですよ。で、ちょっと準備をしている感じなんですけども、本当は僕のステージなんですけど、お誕生日の歌を歌おうかな。その、なんかね、生まれたことに対する感謝とか、感謝とか。あそこで食べちゃうと思ったんだけど、あそこで食べちゃうと、あそこで食べちゃうと残り4個しかないじゃん。すいません、ライフの方のちょっとスイッチを。ですね、今日9月、2013年9月17日、2013年9月の17日ですよね。あ、そうですね、私何て言いました、実は全然違います、見せませんね、すみません、失礼しました。そうですね、今のもね、何て言うのただの間違いです、2013年、9月の21日なんです。あ、突然照明が暗くなったんですけども、なんですかわざとらしい演出はって言いながら、あのギャップ6の皆さんちょっと出てきていただけませんかね。あのラインのちょっと大丈夫ですかね、あのカンさんのラインちょっと行きたいので、で、この可愛い少女と言っていいのか、元少女と言っていいのか、そう判断なんですけど、ちなみに今日が2013年9月21日、まさかお誕生日の方っていらっしゃいます？本当ですか？何？今日誕生日？本当に？本当の誕生日ですか？よろしかったら、本当にお名前？本当に今日ですか？お名前聞いてもいいですかね。お名前聞いてもいいですかね。モス。人間の名前じゃないですよね。モス。なんか周りに双子の妖精がこうくるくる回ったりしてませんか。モス。ありがとうございます。そういう方はね、いらっしゃらないときは一番浮いちゃうんですよ。今元少女が用意をしてます。あ、元じゃない、すいません。現役の少女、宿女です。で、あれ、なぜか偶然さんですね。皆さん、拍手を。本名はですね、モスさんというのが誕生日で、はい、ここに、さっき、後からね、シナリオソングライターで出てくるクラムさんなんですけど、ここで皆さん、いらっしゃいますね、思いっきり顔にやってください。やれやれ。ああ。食べたい。これ、ね、だんだん人に振ってね、僕に回ってきちゃうんですよ。だから素直にそこに置いていただいて、ちょっと消していただきましょうか。ケーキごと落とさないようにお願いしますね。はい、じゃあちょっと一思いに。はい、せーの、はい、拍手お願いします。ギャップシップの皆さん、ここでハッピーバースデー2でハッピーバースデー、リアモースさん、モースでいいんですよね、モスじゃないですよね。ここでね、ちょっと持ってるのが使い氷があるんですけど、入れちゃっていいですかね。これは専門用語でドライアイスと言いますね。そうですね、そうです。じゃあ、ハッピーバースデー2、今実は初めて振ったんですよ。ここで6世、これができたらすごいですね。で、逆にできなかったらこれはもうプロとは言えないですね。ディアモスさん、じゃあ皆さんもよろしくお願いします。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、実はちょっとこれからですね、中学の同窓会を茅ヶ崎で5年ぶりにありまして、ちょっとどうしても行かなきゃいけなくて、時間があればまた流れで、どうか皆さん行くでしょうから。
食べずに戻ってくるつもりです。で、まあ、諏訪さんとは飲み仲間、ヨッシーさんともしてるんですけど、まあ、3人でよく飲んでるメンバーで、はい、10時まで暇つぶして、今日はもう10時からカルティアさんやってるってことで、カンディさん、本当にありがとうございます。カンディさんとはこの前花見屋をやってて、桜が散っちゃったんですよ。先でうちの桜が散っちゃったんですよ。またあそこに舞台に立ってて、はい、だんだんは少し素敵に年を取ったんです。63人実はなるほど、はい、都合の悪い話は元から聞かないんですけど、そこの良い話は聞こえないようになってきました。まあ、こういう会話がなっていけば非常にいいと思いますので、これからもまた来年の時は対面するとは夢にも。しかしモスさんとかヨッシーさんとか人間なまないさんばっかりですね。どうでもいいんですけど、じゃあ、ギャップシックスの皆さん、突然すみませんでした。一時痩せてまた